環境税とは、環境負荷の抑制を目的とし、かつ、課税標準が、環境に負荷を与える物質に置かれている税である。温室効果ガスの抑制のために化石燃料に課税を、する。環境税については、炭素税を参照のこと。課税そのものによる削減効果を活用した手法。従来主流であった規制的手法ではなく、経済的手法で、 環境問題を解決するために導入される税の総称である。環境税によって外部不経済が経済の内部に取り込まれることが期待されるであり、ピグーの提唱した税制をピグー税と呼ぶ。欧州の税制中立の炭素税の場合、財源市とは環境に限らず、経済的手法としての環境税に当たる。森林環境税、産業廃棄物税、 水源環境保全税など地方環境税が導入されているが、これらは上記の経済的手法としての面だけでなく、財源主党環境対策にした目的税としての側面がある。これらの地方環境税は地方文献一括法により新設された法定外目的税を活用して創設されている。地球温暖化の対策として、 最も本質的な手法とも言われ、欧州のいくつかの国々で、その導入が検討されている。スウェーデン、オランダ、ドイツ、イギリスなどではすでに導入されており、これらの国はいずれも、温室効果ガス排出量削減を実現している、ことから、導入を検討中の国においても高い効果が期待されている。これらの国では、 化石燃料に課税することが一般的だが、1990年代より様々な環境税を実施しているスウェーデンでは、再生可能エネルギーに対する減免、カンプ等を行っている。また、直接的に温室効果ガスに課税する方法でなくとも、ガソリン、軽油などの自動車燃料や原油、石炭など、特定の商品に物品税として課税することで、 事実上の環境税として機能しているものもある。なお、得られた税金を地球温暖化対策に用いる方法もあるが、財政の柔軟性を削ぐことや、そもそも税の要件にそぐわないという問題もあることから、例えば、ドイツでは、環境税導入時に税収の9割を雇用にかかる人権費抑制に充てることで税制中立に配慮しつつ、雇用環境改善、 失業率抑制も実現する工夫がされる。イギリスでは税ではなく環境負荷に対する課徴金と位置づけ一般財源に組み入れるといった工夫がされている。また両国ではガソリン税についても継続的に引き上げるとともに公共交通機関などに減免措置を設けるといった運用がされている。フランスでは2018年から炭素税を導入し、 2020年にかけて課税率を上乗せする予定であるが2018年以降に税の導入に反発する大規模なデモ活動として黄色いベスト運動が発生した。なお、同国では別途環境税として国外へ向けて出発する全航空便の航空券に最高で18ユーロを課税する方針を明らかにしている。 課税は2020年以降に開始する予定で、税収は環境への負担が少ない交通関係のプロジェクトに充てられる。一方、アメリカでは導入への検討はほとんどされておらず、ガソリン税も安い。他にも、フィンランドでは環境税として1990年に世界で初めての温暖化対策税として炭素税が導入された。 その際、既存エネルギー税の一部について減税や廃止が行われた。対象範囲としては産業用、家庭用を含む幅広いエネルギー消費が対象とされており、一般に免除、軽減措置は多くは存在していない。税収の死とは一般財源とされている。同じく北欧の国、ノルウェーでは1990年の環境税委員会の報告を受けて、 1991年に炭素税が導入されたが、厳密には化石燃料に含まれる炭素量に比例した税率設定は行われていない。課税対象者は燃料製造、販売業者であり、石炭コークスなどは輸入業者が対象となる。税収の使途は一般財源に組み入れられている。ノルウェーの炭素税は高税率であるため、 国際競争力への影響に配慮した軽減措置が導入されており、フィンランドとは異なり、ノルウェーでは産業部門に対して様々な免税、軽減措置が導入されている。ノルウェーは EU に加盟していないため、鉱物油の最低税率の調和に関する EU シリエの動き等には左右されない。デンマークでは1992年に炭素税が導入された。 電力についても税率が設定された。課税対象は家庭部門と産業部門である。税収の使途は一般財源であるが産業部門からの税収は産業部門に還元をしている。フランスでは既存の汚染事業総合税の対象を2001年より予定していたが憲法委により意見判決が出てしまった。 違見とされた理由は平等原則違反と目的と内容の不整合といった税の制度設計上の問題であり、温暖化対策税の考え方そのものが違見とされたものではない。イタリアでは1999年に発行した金融法により既存のエネルギー税をグリーン化し、エネルギー税の対象に石炭等を新たに加えるとと,ともに、 炭素含有量や首都を考慮した2005年の目標税率に向けて段階的に税率を引き上げることになっていた。税収の首都としては社会福祉及び省エネ等が挙げられる。環境税及びそれを含めた地球温暖化への対策の影響にはエネルギー集約型産業などへ悪影響を与える面と環境対応型の産業の拡大を促す面があり、 全体的な影響を算出するには非常に多くの要素を考慮する必要がある。これを踏まえてドイツの産業界は炭素の価格に応じた影響を分析したレポートを作成し政策提言を行っている。エネルギーコストの増加など様々な影響に対する配慮を求めてはいるものの政府の挑戦的目標をはっきりと支持すると表明している。 日本でも導入が提唱され、与野党で温度差はあるものの議論は進められている。日本経団連ではエネルギー課税はすでに過重である。党として新規の環境税の導入は反対している。一方で既存エネルギー課税の環境対策への転用を認めている。2008年9月には道路特定財源の一般財源化に伴い、 既存のエネルギー課税と組み合わせて、市と環境対策に組み替える考えを示し、容認に転じている。日本商工会議所は、環境と経済の両立を阻害するという理由により、導入にあたっては極めて慎重な検討が必要で、あるとして、まず環境税ありきとする議論には、絶対反対との姿勢をとっている。こうした政財界の対応に対して、 NGO などから批判的意見が出されている。一方、日本税制改革協議会は税で環境を良くすることはできないとして、環境税に対して批判的である。なお、経済同友会のように税制中立や関連税例の一括見直しといった条件付きで導入に含みを持たせているところもある。政府は2011年末に、 地球温暖化対策のための税の導入を盛り込んだ2012年度税制大綱を決定した。2012年10月1日から実施された地球温暖化対策のための税は現行の石油石炭税に上乗せされる形で化石燃料の利用量に応じて課税され税率は3年半かけて段階的に引き上げられる。税は直接には化石燃料を利用する企業が負担するが 消費者に転嫁されるため、平均的な家庭の負担額は、税率の最終段階で、月100円程度になるとされる。2014年4月1日の消費税5%から8%になると、同時期に、地球温暖化対策税も増税されるため、この時期には、ガソリン小売価格は1リットルあたり5円程度の、値上げ負担増となる。ありがとうございます。